おそら勇者。まずはじめに、とにかくパティンコは怖い。怖いんだ。そして、音、ハイテンポな VGM が多いんだ。光、まあ下げても強めが多いんだ。からの、ビギナーズラッキー。そういうのがあるからな。うっかり足を踏み込んじゃうとハマっちゃうわけだよね。あぶねえよ。とにかく、この上の特に2つ。まあ、3つ目もでかいんだけど、これ来ない人は来ないかもしんないから。これ。そう。ああ、こうやって洗脳されてしまうんか、ってぐらいに自分がなくなるからな。もし、まだやったことないやつは気をつけるんだ。本当に危ないからな。そして、勝利 and 敗北。両方に言えることが、お金の価値がわからなくなる。そして、あれ？なんで働いてたんだっけ？となり、最終的には、時間、お金、体力、エトセトラ、エトセトラ、すべてを失うことになるんだ。勝ち続けることは、今、余計に難しくなったらしいんだ。昔よりも。そう。恐ろしい世界なんだ。からの、今度、まあ、まだ日付は決まってないんだけど、ついに、お金に換金することができなくなるらしいんだ。噂によるとね。だから、つまりは、もう延々と同じ演出を見るあのパティンコが本当に好きな人しか残らなくなるから、ある意味、被害者は減るんだ。で、パチンコが好きな人は、その、にわかのファンがいなくなって、満喫できるってわけだ。つまり、お互いに、ウィンウィンになるのかもしれないし、そうじゃないのかもしれないし、パチンコ業界の人は、あーってなるだろうし。まあでも、そういうことらしいんだ。で、今回の動画は何が言いたいのかっていうと、パチンコの筐体家に買っちゃえばもういっぱい出ていっぱい換金できんじゃねえかなって思ったんだけど、換金はできねえなっていう、そういう、とにかくレッツゴー！そういうわけで、ドーン！そう。サンライズのお子様向けロボットアニメーション伝説の勇者、ダッガーンが、ついに、お子様向けの大事なパティンコになってしまうのは、拒否るという大事なあれを破って、パティンコになってしまう。1992年当時からパチンコになっていたよ。ふう、気にするべきとこじゃなかったみたいだもんね。今更だった。というわけで、この、デンドダガンパティンコ、上げていこう。デンドベル付き、いいね。お中古ショップで、なかなか綺麗なのが売ってた。まあ、ここはちょっとね、ここら辺とかボコボコしてんだけど。まあいい。当時は買えなかったからな。デンドー and ベルトゥキー。デンドー and ベルトゥキー。書いてあったじゃん。ラッキーポイント A。ラッキーポイント B。ゲーム中は開閉しています。丸。入賞するとアースファイターが動きます。丸。サイドポケット、サイドチューリップ、アースファイター、ラッキーポイント AB に入賞すると動きます。ハンドロー。右に回せばスイッチオンを、手を離せばスイッチオフになります。ゲーム中は右へ回すと強く飛び、左へ回すと弱く飛びます。普通のパティンコと違う。パティンコってこれで、これの強さで、クイックイってやつで調整するのに、みんな10円挟んでるのに、なんてこったいだ。自分の力で合わせれないのか。あ、熱くなっちゃった。落ち着くんだ。パティンコは俺は苦手だからな。やだお。もうやだお。だから、ダガーンで楽しむんだお。The Brave of Legend, ダガーンって。高い方を前にしてセットしてください。電池は下ので、東京ユニーク。いや、単に。まあいい、開けていこう。経年劣化でちぎれちゃってんじゃん。違うのか？開けたのかな？前の人が。おお。あ、よかった。破けないで取れたよ。いいね。こういうの大体破けちゃうから怖いんだ。ダガーンのパチンコ、パチンコのダガーン。あれ。よし。結構でかいな。あれ？なんか、台が、な、ん？だ、だい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 が、な、ん？
高い方。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほどね。こういうことね。トランスフォーム！違うな。フォームアップ。うん、いいね。さすがダガンさん。フォームアップも任せとけどね。ファイバードとエクスカイザーとゴルドランでしかフォームアップって言ってないような気がするけど、任しとけってことだね。ダガン言ってたっけ？まあいい。すごい、なんかちょっとファミコンのメリオの背景みたいのが。セイタガン！セイタ。どこに電気入れんだって？何これ？あ、大人の事情ってやつか。これか。開かないじゃん。ジャストモーメント。ちょっと待った。ダガン、敵の分身だからいっちゃんパティンコ化しちゃいけねえやつだよ。まあいいか。とにかく、お電池探してこい、あった。お電池ないの。ちゃおあった、あったよ。ダイナミックダイクマじゃないやつが。あったよ。アルカリコンデンツ。かわいいやつだよ。ケツに入れても痛いね。うん、これは痛い。絶対痛い。絶対入んないよね。うん。まあいい。じゃあ入れていこうか。ケツにじゃないよ。こっち見ろ。あーなことばっか言ってると。怒られちゃうからな。入った。やっと入った。びっくりした。なんか、後ろの蓋の取り方難しかった。まあいい。右に回すと。お。左に回すと。回んないよ、どういうこと？あ、やっぱりあれか、つお、ん？やっぱりあれか、ここの強さは普通のパチンコと一緒で変わらねえってことか。奥まで届かねえよ。あ、届いた。いいね。ランドバイセンね。セイバーズ、セイペガサスじゃない方の、ペガサスじゃない方のセイバーズ入れたから、アースファイターにも入って、はいはい、入ってたか、もう一回見て、あー出るがどうとか言ってたけど何も起きないじゃないか。あれダガーに入んねえな、こんな入り。あ、お、アースファイター動いてる。食べれて、このティンティン言ってるやつ、ティンティンって言っちゃったよ。ティンティン言ってるやつか、ティンティンって言っちゃった。ほう、何がゴールなんだろう。あ、待って、なんか、あ、振動が、あ、おぉ、おぉ、光る、あ、光る、眠ってた、あ、光る、あ、ランドボス、あ、だが、あ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 、星だ。あ、全部入ったかな。お金持ちになった気分なんじゃ。お金。まあこんなとこだろうね。遊びきれたのか、これで。どうなんだ、どうなってるの。いいのかな。ちょっとダガンの曲流れるかなと思ったんだけどね。まあいいか。というわけでチャオだお。後ろなんか、あの電池入れた跡がなかったっぽいよね。あの金具がピーンなってたから、本当に新品だったのかもしれない。新中古ゲットだぜ、サトシの声ゲットだぜ。だからな、ジムリーダーで出てきたからな、ブロリ。
クレヨンしんちゃんで前のななこさんの声。もう今いないけどね。うん。というわけで、チャオだ。